はい、どうも橋口孝之です。はい、今日も動画で仮面ライダーのフィギュアの紹介します。見てください。ではね、まずいきます。じゃあ仮面ライダービッグマスクショーの平成ライダー編です。いきます。サイクロンジョーカーデンデレデン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 、出ました、仮面ライダーダブルです。かっこいいですね。はい、横から、はい、前後ろ、はいね、サイクロンとジョーカーに分かれてますね。顔が半分です。半分ずつに分かれたダブルですね。はい、じゃあ続いていきます。さあ次はいきますよ。タカトラバッタタトバタトバタトバシーン、出ました、仮面ライダーオーズです。はい、横見てください。前、はい、後ろ、はい、はい、顔面はタカです。タカの仮面ライダーオーズですね。はい、では続いていきます。3、2、1、チュキーン、宇宙来たー、仮面ライダーフォーゼです。じゃじゃん、はい、ロケットデザインの仮面ライダーフォーゼです。かっこいいでしょね。ね、面白いキャラクターでしたね。特徴的ね。さあ、じゃあ続いていきます。はい、シャバドゥビダッチ変身、シャバドゥビダッチ変身、フレームチーン、出ました、仮面ライダーウィザードです。魔法使いのライダー、仮面ライダーウィザード、はい、指輪をモチーフとした仮面ライダーウィザードです。はい、かっこいいでしょね。さあ、今回はじゃあここまでといたします。どうでしたか、仮面ライダーフィギュアの紹介、ビッグマスクショーの紹介でした。はい、セブンイレブンの一番くじというもので仮面ライダーの一番くじがあって、それで当てるともらえる景品なんですけども、僕はこれを全部ヤフオクで手に入れました。今現在のところはなんか一番くじ外務とかはないみたいで、外務のビッグマスクはないんで、ビッグマスクはもうこれから出ないのかなと思ってちょっと心配なんですけどもね。はい、出てほしいなと、また復活してほしいなと思ってますよ。お願いしますよ、バンプレストさん、セブンイレブンさん、お願いします。さあ、この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、声が裏返っちゃいました。ではまた見てね、バイバイ、ヒヒ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 ヒ